どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。はい、モバイルモニターオープン。中にはですね、こちら説明書、完全日本語対応された本体に入っているこの謎のブラックボックス、クリーニングクロス、AC、電源アダプター、すぐ使えるようにケーブルが3つ入っております。まずは同じ HDMI。こちら大きいやつで、こちらが小さいやつ。今後の主流、Type-C、USB ケーブル。そして Type-C と USB です。こちらは先ほどの電源アダプターを接続することで使うことができます。はい。おぉ。指3本でも持てる軽さ。はい、こちら。美しい。なんと、本体付属品として保護ケースプラススタンド。これがめちゃくちゃ便利です。磁力がついていて、こんな感じで。ここにくぼみがあるので好きなサイズに、めっちゃいい。画面サイズは 15.6、 大画面フル HD。 カバーを外しまして、めっちゃ薄いです。重さは 568g。 最も薄いのはなんとここ 6mm でございます。ほっせー。 USB、 音量、明るさ、電源ボタン、イヤホンジャック。続いて反対、 Type-C が2つ、ありがたい。そして HDMI、 電源を入れていきたいと思います。これマジックテープ付きなのが嬉しい。赤く光りました。お、接続できるものは iPhone14 だと、こういったアクセサリーというものを別途ですね、用意していただきましたら、はい、全く同じ画面が、例えばじゃあ画像を見せたい時にこんな感じですっていうよりも、こんな感じです。めっちゃめちゃ綺麗じゃん。スマートフォンをですね、操作してるんですけども、ちょっと YouTube 再生してみたいと思います。近づけると多少粗さが目立ちますが、全然この大きいので視認性が良くですね、あとこの角度によって変わるかって言われたら、肉眼で見てもいや、ほぼっていうかもう全然ないですね。モードもありまして、こちらパソコンやスマートフォンなど Type-C に対応しておりましたら、この Type-C のみで接続することができます。 Type-C 対応でない方です。 HDMI と充電は別にしてつなげることによって利用することができます。パソコンの画面複製することができます。さらに設定によってセカンドスクリーンとして追加できます。これはすごい。あと音、ここにスピーカーが2つついております。音はパノラマステレオ1、そして最大が10。こうやって手で持ってる方いるかと、めちゃくちゃいいってわけではありませんけども、こちらにヘッドホン端子がついてますので、おお、重低音も聞こえました。いいね。マグネット保護ケース、このままね、バッグとかこのサイズのところに合わせたいときは、こちらを、磁力なのでペタッとつきます。これ1個で別のものを買う必要はないと思います。心遣いめっちゃいい。ゲームもできます。はい、というわけで今回紹介しましたのは、モバイルモニターコンクロイエ 15.6 モバイルモニターでした。解像度は 1920×1080、 リフレッシュレートは 60Hz。 基本的な性能が全てですね入っていますので、ここで即戦力になるモニターだと思います。興味がある方はぜひ動画概要欄までお願いします。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。